北国岩手はしばしば冬の国体の会場になります。昭和41年は21都道府県の1400人が参加して盛岡市でスケート国体が開催されました。スピードスケートは盛岡農業高校に作られた特設リンクが会場。雪をかき分けてリンクの整備です。そして開会式では選手たちが大通りを行進しました。常陸宮ご夫妻出席のもと、岩手公園広場で選手宣誓が行われました。競技は雪の中、コンディションが悪くても何のその。岩手県選手も教員の2種目で優勝するなど健闘しました。そして高松の池のリンクではフィギュアスケートなどの競技が行われました。復興のシンボルとして開催される2016年の希望郷岩手国体では、岩手県は冬の国体にも名乗りを上げていて、完全国体開催を目指しています。